久保さん。ちょっとね、懸垂動画多すぎて、僕が見た動画に行き着かなかったです。でもね、カスタムサムネイルが、ブルースリーに憧れてみたいな、そう、ブルースリーは出てきたんですけど、ブルースリーに憧れてみたいな、もう30年ぐらいやったのかな。まだ続けますみたいな、スクショだったんですけど、まあとりあえずね、逆三角形になってましたね。すごい、すごい鋼の肉体になってましたけど、まあだからまあ、やればできるわけですよ。で、まあ、 その、懸垂とかで調べると、その、100日やってみたとかね、いっぱいあるんですけども、まあ、変わってますからね。あの、動画見ればわかります。まあ、僕の動画じゃなくても、他の人いっぱいやってるんですけど、まあ、続けたらどうなんない、ビフォーアフターのとかいっぱいあるんですけど、変わりますよ、続けたら。変わらないんですか懸垂毎日やって,って変わらないですか変わるんですよ。だから、やってないから変わらないだけであって、やれば変わるんですよ。だから、考え方もそうだし、 筋肉もそうだし、僕はまあ思考の筋肉とか読んだりとかしてるんですけど、トレーニングすれば変わるんですよ。で、なんで変わらないかっていうと、トレーニングしないからなんですよね。だから、まあ、だから久保さんだけでしょうとか、吉谷さんだけでしょうと。いや、それは僕と久保さんがトレーニングしたからですよって話で。それだけなんですよ。日々やってきたっていう。やらずして久保さんも僕もないですよ。一つ事実が言うんだったら、稼げてない人よりやったという事実しかないですね。 でも稼げてない人は稼げてる人に稼げてる人よりやっていないという事実があるだけであってあなたは今日どういう事実を作ってるんですか今日やったという事実を作りましたか作ってないですかじゃあ今日やったの中でもどれぐらいやったんですかということですよね。どれぐらいやったのかその事実ですよね。どうかを1本頑張ってやったのかそれとも10本やったのかどういう事実を今日作ったんですかどういうトレーニングをしたんですかいってらっしゃい。